じゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい。今年もやってきましたよ。始まりました、このコーナー。ね、はい。豊の視点。はい。プロ野球3連戦を振り返るというね。はい。まあ、このコーナーですけども、うん、まあ、まあ、頑張りましょう。豊さんの一人プロ野球ニュースというところでしょうか。ね、はいはい。はい。まあ、ちょっと間違うところもあるかもわからないけども、そう。ね。まあ、頑張って、ちょっとデータとか、いろいろ資料をね、集めながら、やりますので。まあ、豊かの視点ということでね。そうだね。ちょっと、ね、みんなお手柔らかに見ていただければと思います。うん、はい、そうだね。はい。それでね、開幕3連戦って何かっていうとさ、うん、やっぱ誰が調子がいいとか、どういう戦い方になってくるとか、まあそういう視点でね、今回はちょっとやっていきたいんで、はい、まずやっぱり先発ピッチャーがね、どういうローテーションで来るのか、うん、まあ各チームやっぱ注目だしね、はい、まあそれをこうどういうふうなピッチングをしたかとか、うん、そういうのでちょっと追っていきたいというふうに思います。はい、まあ、ね、各チームのこうスタートまでの調整具合とかっていうのも分かりますか？まあそれもあるよな、やっぱりな、うん、っていうようなところも含め。そうだね、はい、はいはい、じゃあやっていきますよ。はい、まずはセリーグから。はい、ということでまずセリーグ、はい、ね、まあ、ヤクルト対広島、阪神対ベイスターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズがホームチームでこう勝ってるというね。はい、セリーグのこの勝敗を見ると、はい、赤文字が勝ち越した数ということで、勝ち越したチームは赤い文字で書いてあります。はいはい、はい、で、ね、左側がホームチーム、そうだね、という方ですかね。あ、こっちがね、はい、左側がね、ホームチームということで、はい、まずね、ヤクルト対広島、うん、ね、小川と大瀬良で始まり、2試合目がピータースと床田、うん、で3戦目が吉村と玉村ということで、まあ、はい、ヤクルトが3連勝するわけだけども、はい、ピータース、うん、その中でもヤクルトのピータース、うん、はい、このピッチャーはね、日本ハム戦でエスコンで投げた時から、はい、見たんだけど、はい、いやすごいいいピッチャーだなと思って見てたのね、うん、それやっぱ素晴らしいね、うん、このピッチャーはね相当勝つんじゃないかなっていうふうに期待はしてる。それとまあ村上の一発がね、はい、まあ出たりだとか初戦、ね、うん、はい、まあ、山田が2盗塁したりだとか、うん、でヤクルトの方は一番の問題点というのは、はい、抑えを誰にするかっていうことだったんだよね。で初戦最初に出てきたのが星だったんだよ、はい、セーブシチュエーションじゃなかったんだけど、あ、星を使ってきたな、まあ確かに星は状態が良かったんだよね、はい、うん、で次の日どうするかなっていうふうに思ったら、うん、田口を使ってきたんだ。はい、そうですね、で2試合連続田口を使ったんだけどもさ、うん、田口で行くのか、うん、それとも流動的に、まあ、広島というのは素晴らしい左バッターが多いだけに、はい、田口を使ったのか、この今カードに関してということですよね。そうそうそう、だから、うん、右が多いところは木澤を使うのかとかさ、うん、まあ、いろんなことが考えられる、はい、ちょっとまだ謎に包まれてるんだけども、やっぱ田口がしっかり抑えをするというね。明らかに昨シーズンとは田口投手の起用の仕方が違う、ね、まあ全然違うよね、うん、まあ、だからまあ田口も同居座ってるしね、うん、だから非常にいい抑えになってくるのかなっていうような、うん、で疲れたらあそこはいくらでもいるから、はい、まあ、1、2部限定で行ってくれって言うんだったらね、だから、まあ、素晴らしいなっていうふうに、うんうん、まあ、ヤクルトの戦い方って高津監督のこうやりくり上手だよね、うん、まあ、それがやっぱ素晴らしいよね、うん、で村上の後を打つオスナーが状態がいいということ、うん、だから村上とどん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 勝負しなくちゃいけなくなってくるという、まあ、そういう形が見えたこの3連戦だったね。なるほど、はい、はい、で広島の方はちょっと迷いがあるのかなっていうような、まだ、うん、まだチームがちょっとこう落ち着いてないなっていうような、うん、まあ後でも話すけども、うん、まあ、ちょっとそんな感じがしました、はい、ね、次に阪神、はい、やっぱ3連勝ということで、うん、DeNA どうしたということなんだけども、はい、まあ、青柳、秋山、才木、うん、阪神はね、で DeNA の方は石田、ガゼルマン、笠原、はい、できたんだよね、はい、まあ今永がおそらく横浜での開幕行くと思うんだけども、はい、3連敗をしてしまった、うん、一方阪神は3連勝したという、はい、まあ、昨年の開幕を考えると全く違う展開になったという ね、 そうですね。いやだけど、まあ、青柳左をずらっと並べられて、うん、マキーが左だったところを全く
全く予想つけなかった、うん、で DeNA の方はやっぱ奇襲をかけたよね開幕で、はい、だからまあそれがどうだったのかっていうね、うん、ちょっと考え方もあるけどもまあだけどそこで奇襲が効かなかったという阪神には、うんね、で秋山ガゼルマンというね投手2戦目まあ先発ピッチャーがもう早々に降りるんだよね、うん、で降りるのはいいんだけどさその後から点が取れないというさ、うん、まあ阪神の中継ぎ陣もうそこから点やらないもんさすがの投手陣です、ね、そうそう、うん、で富田というね若いピッチャーが1勝したというね、はい、頼られも近本が打ちみたいな、うん、近本も春先悪くいいんだけどもさ、はい、今年はなんか気合入ってんね、うん、やっぱ近本中野の 1,2 番っていうのはやっぱいくらでもチャンスメイクするし、うん、クリーンナップがちょっと打てばやっぱ点になってくる今年の阪神はね、うん、はい、はい、で DeNA の方はちょっとまあ、最初の取っかかりがね、うん奇襲をかけたばっかりにちょっとちぐはぐさが非常に目立ったかなというねなるほど、まあ、そんな感じがしたよねやっぱ3連戦だと1戦目っていうのはすごく重要になってきますか ね、まあ、それだけに、まあ、奇襲をかけていったんだとは思うんだけどもさ、うんまあ、それが当たらなくてちょっと後手後手になったね、はい、ただ DeNA の方のやっぱ中継ぎ陣もやっぱいいよね、うん、点を与えないうん、だから阪神とのその投げ合いになって、はいまあ、結局負けはしたけども、はい、でもまあ三島がね、うん、登板したりだとか、ね、病気を克服してね、はいまあ、そういうこともプラスというふうに考えたら、うんまあ、横浜に帰って出直しだなっていうようなそうですね、うんまあ、そんな感じがしますまだ3試合だからねはい、はい、巨人対中日、はいね、こっちの方は、うん、ビーディ、うん、グリフィン赤星、はいはい、で中日の方は小笠原、和久井、九谷、うんねこれで始まるんだけども、はい、ビーディーが来日初先発開幕投手で迎えたけども、はい、やっぱ粘り強いねこのピッチャーはだから非常に今後期待が持てるというねうん、まあ、そんな感じもするしグリフィン、はい、いいよいやだからやっぱりさ初めて投げる外国人って使ってみなきゃわからないっていうようなところがあって、はい、実際試合でそう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 、うん、だからビーディグリフィンっていうのは、うん、非常に使えるなっていう目処が立った3連戦だよねなるほど、うん、で3戦目は赤星ということで、うんまあ、3戦目はなんていうの坂本のバント長野のタイムリー、うんまあ、そういうねベテラン陣がね、うん、奮起したというね、うんまあ、坂本は3連戦やったらノーヒットだったけども、はい、まあこれからでしょう、うん、ただその代わりと言っちゃなんだけども中田が、まあ、2000連発のホームランとかねそうですねキャンプの時にいや中田首位打者取るんじゃないかっていうぐらい、うんうんまあ、状態がいいというねなるほどやっぱバッティングも変わってるということで、うん、だからそういう意味では、まあ、中田がしっかりしてると、うん、だから岡本中田ってつながるとさ、うん、やっぱり非常に強力な打線だなっていうふうには感じるよねまあ、岡本っていうのはその WBC の疲れも多少あんのかなっていうような感じはするけども、はいまあ、ここら辺がこううまく回ってくるとね、うんまあ、非常にいいのかなという感じがします、うん、なるほどで小笠原、和久井、福谷、はいまあ、小笠原はね120球超えて8回のマウンドに立ち145球で降りるというね、うん、逆転されて悔し涙が、はいまあ、ナインの心を動かして逆転をしたというね、うんまあ、開幕戦だったんだけども、うん、その後続かなかったねただ涌井はやっぱ今年ね状態がすごくいい、はい、まあ投げ合ったのがグリフィン、うん、グリフィンがやっぱ良かったわ、うん、あまあ涌井も悪くはなかったんだけども、はい、まあ負けてしまったというね、うん、でまあ赤星もまあ投げれる目処も立ってるし、うん、まあ福谷もそんなに悪くはないと、はい、だから非常に接戦が多かったよね、うん、はいということでセ・リーグは迷い、はい、ハプニングが勝敗を分けたというはいまあ今の説明の中でもいくつか迷いとかありましたねハプニングうんまあハプニングっていうのは中日だねあ直前のそうだねだから直前ね、うん、帰ってこないというまあ亡命かって言われてるような、はい、まあ立浪監督はもう帰ってこないでしょって言ってたけども、うん、だからまあそういうところでやっぱ8回を誰にするのかとか、うん、もう決めてると思うけどもねやっぱりいるといないのとじゃあ厚みが違ってくるし、うん、まあそこら辺での迷いが出てくるのかなというハプニングがあったことによってね、うん、でベイサーズ、うん、やっぱ開幕から奇襲をかけたっていうのはさやっぱ開幕の日
にレギュラーっていうのは合わせて来てるし、うん、確かに青柳っていうのはデータを見るとレギュラークラスっていうのを打ってない、うん、やっぱ左が打ってるんだよね、はい、で奇襲をかけたんだけどもさ、それが裏目に出たというね、うん、やっぱりシーズンがこう半ばまで進んで、うん、そういうデータがまだ生きてるっていうんであればそういうことをやってもよかったと思うけども、はい、開幕からやったっていうのが少し俺は残念に思ったね。なるほど、うんうん、でカープ、はい、打順がこういろいろ変わりすぎるんだよね。うん、それは試してるっていう、まあ、試してるっていうかまだ決めかねてるというかさ、うん、やっぱり一番強いのは固定で戦えるっていうのが強いっていうのはみんな知ってると思うんだよね。うん、だからコロ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 変わるとさ、うん、ちょっとね落ち着きがないというふうに見えてしまう、うんうんうん、ただその中で広島はデビッドソン、はい、新外国人なんだけどもさ、はい、この外国人は俺はやると思うよ、うんうん、エルドレッドっていう選手がいたんだけども、はい、それクラスには俺は絶対活躍すると思う、うん、まあ、そうなってくると打線の軸ができる、うんうん、まあ、鈴木誠也の穴と言われることがなくなると思うよ。なるほど、うん、だからまあ期待感のあるね外国人がいるということだよね。うん、まあそういうまず開幕3連戦のセ・リーグでした。セ・リーグ、はい、はい、そしてはい、パ・リーグ、はい、ね、日本ハム対楽天、はい、西武対オリックス、ソフトバンク対ロッテですね、うん、はい、はい、これ勝ち越しのチームは楽天、オリックス、ソフトバンクということですね、はい、はい、まあ日本ハムのね、そのフィールドから、うん、はい、あの始まった今年の開幕戦だけども、はい、日本ハムの方、うん、クリーンアップが非常にいい、松本、野村、清宮、はい、なるほど、その中でも清宮がサヨナラヒットを打って、エスコンフィールドの、初勝利ということ、はい、もうなんていうの、楽天に全部持っていかれてたんだよ ね、初ホームランも初勝利もとか、ね、そんなことを初物尽くしをエスコンフィールドで日本ハムがやればよかったんだけど全くできなかったというね、うまくいかなかったですね、うん、その中で日本ハムのヒットが初ヒットが清宮だったみたいな、うん、なんかちょっととてつけたような話題しかなかったんだけど、はい、でもエスコンフィールドで初勝利が清宮のサヨナラヒット、うん、まあこれはやっぱり感動的だよね、うん、だから良かったなと思ってさ、はい、うん、だからその松本剛も開幕戦は1番だったんだけど、はい、それから3番に戻してね、うん、あのオープン戦の時にずっと松本、野村、清宮で行ってたけども、うん、その形でいいと思うんだよね、うん、だからすごく期待感の持てるクリーンナップが、まあ、出来上がってきつつあるなっていうようなね、日本ハム昨シーズンとは、まあ、ある程度違ってきてますか、うん、固定で戦ってきてるし、はい、まあ、矢沢っていうのもデビューしたしね、そうですね、うん、だからこういう、だから話題性にはこと書かない、うん、球場も新しくなりましたし、ね、そうそうそう、はい、だからあとは勝っていくだけというね、うん、まあこの先発ピッチャーは加藤、上沢、金村、はい、一方楽天は田中、滝中、藤平というね、うん、ピッチャーが投げたんだけども、はい、その中で金村というルーキーがいるんだ、うん、日本ハムに、うん、ドラフト2位だったかな、うん、このピッチャーはいいよ、はい、だいぶ勝てると思うよ。先ほどからもう1年目のいいよが多いですね。あ、いい、だからあの伊藤大海がね1年目から投げて、うん、はい、なかなかあの打線の援護がなく、うん、勝てなかった時期があったんだよね、春先に、はい、でもそれを我慢して我慢して勝てるようなピッチャーになってきたんだけどもさ、うん、金村も劣らない、なるほど、非常に球質が、だからまあその勝ち投手にはなれなかったけども、はい、だけど我慢して我慢して投げたら必ず援護が来るから、うん、だから頑張ってほしいなと思うね、はい、で楽天の方はさすがに田中真君は勝つなという、今年は少し安定してるかなって、うん、勝ち星が先行するかなっていうことと、うん、まあ、竹中も悪くないし、うん、藤井良もそんなに悪くはない、うん、ただ投手陣は割と安定してるかなという、うん、ただここはやっぱり右バッターがどうするのか、うん、左ばっかりいるから優秀なバッターが、うん、その中でフランコ、はい、新戦力の、うん、まあ、開幕戦でホームラン打ったりとかしたけども、うん、だからこのフランコの活躍次第では非常にこう楽に戦っていけるって言ったらもう絶対勝てるっていうような言い方になっちゃうかもわかんないけども、うん、楽にまあ打順が組めるようになるっていうかな、うん、まあ、そんな感じがしたね、うん、うん、あと伊藤幸也とかね、はい、そういう新しい若い子もいるしね、うん、はい、頑張ってほしいと思います。
はい、で西武オリックス、うん、ね、高橋光成、エンス平良、はい、ゲールを抜きましたよ。平良投手ね、はい、でオリックスは山下俊平太、山崎、うん、山岡、全部山がつく、ね、その中で、まあ、高橋光成はまあさすがだったね、はい、で山下俊平太、うん、もうこれは将来的に次の WBC のエース候補だね。まあいや本当に、ね、うん、まあその中で9回まで勝ってた、うん、2アウトまで行って、まあ、ルーキーの青山、はい、ね、セーブシチュエーションで出てきて、うん、森に同点のホームランを初球打たれたというね、はい、まあ、そっからのスタートだったけども、まあ、非常にやっぱピッチャーもいいし、うん、見応えのあるね、まあ、オリックスの方は、まあ、胸も元気がいいし、うん、まあ、杉本もホームランを打ったし、森がねやっぱホームランを打ってるし、うん、まあ、非常にいい滑り出しをね、まあ、したかなっていうふうに思うよね、うん、吉田正尚選手が抜けたっていうことは今のところはカバーできてる感じですか。まあまあ、だからその森がね、うん、ああいう場面で一発打ってくれたりとかすると、はい、感じさせなくなるよね、うん、だからみんなでカバーするしかないんだけども、はい、いいカバーができたかなというね、うん、はい、だから森も複雑な心境でこの3連戦はやったと思うけども、そうですよね、うん、まあ、だけどしっかりしたね、うん、結果を残したというね、まあ、そんな感じがしました。はい、で一方西武、うん、ね、高橋光成もう抜群でしたよ、うん、勝ちは消えたけど、まあ、非常に良かった、まあ、エンスがねちょっとね意外だったけどもね、うん、悪くてね、で平、うん、これもやっぱり10勝以上は絶対するなっていうような、うん、まあそんなピッチングだよね、はい、うん、失点はしたけども、うん、まあ、だけどやっぱ勝てるピッチャーだなっていうふうに感じさせた、うん、まあ、それと西武はどうやって点を取るのかっていうのがやっぱり一つの課題だったんだよね、はい、やっぱ森がいない、期待がかかるのは山川、うん、山川も WBC の疲れが相当残ってる感じがするんだけどもさ、はい、まあベテランの栗山とか、うん、おかわり君とか、まあ元気にやってくれてるし、まあ外崎もね、うん、まあ元気だし、うん、でもその中で、はい、新外国人の牧野、はい、この選手は多分やると思うよそれと愛と、はい、まあ、昨年ね我慢してずっと辻監督が使ってたけども、うん、愛ともホームラン打ったりだとか、ね、まあ、しぶとく打っていったりだとかね、うん、してるんで、まあ、非常に期待感が持てる、うん、いや打てない打てない点取るのにどうしようと思ってたんだけども、うん、まあそういうところが調子がいいしね、うん、頑張って点を取ってほしいな、投手陣はやっぱ素晴らしいわ、うん、ね、頑張ってほしいと思います。はい、はい、でソフトバンクとマリンズ、はい、ね、ソフトバンクは大関、うん、藤井、うん、ね、藤井はプロ初先発、はい、昨年は中継ぎだったけど、はい、で最後東山で、ロッテは小島、種市、美馬、はい、ね、連続完封です、開幕から、ね、大関も5回までパーフェクトとか、はい、ね、素晴らしい調整を見せてくれたし、うん、やっぱ相性の良さを見せてくれた、はい、で藤井が初先発、うん、ね、初先発は初勝利、はい、点をやらないという、うん、で藤井は俺は千賀の穴を埋めると思ってるのね、うん、藤井一人で、はい、先発に回って、うん、だから非常にいいピッチングだったし、うん、打たれる感じは全くなかったよね、うん、うん、だから非常に期待ができるという、はい、で最後は東山ね、うん、はい、で東山はもうね投げてゲームはちゃんと作ってくれるピッチャーだから、はい、あとは援護点があるかどうかだよね、うん、で一方ロッテ、ね、はい、はい、小島今年も援護点がないのかみたいな、ね、まあ、確かに大関も良かったしさ、うん、小島も良かったんだけどやっぱしびれを切らしたというね、うん、で種市見舞って続くんだけども、はい、やっぱ連続完封ではやっぱ話にならないし、うん、でその中で栗原が復帰してから、うん、やっぱり非常にいいよね。そうですよね、あ、やっぱりこう耐えて、うん、我慢してたものがいっぺんに吹き出してるというね、もう初戦からそれが結果に出てる、まあ、そうだね、よかった ね、 ね、うん、で3戦目なんかは WBC 組、うん、ね、甲斐近藤のタイムリー二塁打という、うん、ことで、まあ、点を上げていくわけだけども、はい、まあ、ロッテになんかあんまり感じが受けないんだよね。これは投手陣と打撃面と、まあ、投手陣はある程度頑張ってるような感じはするんだけども、やっぱ打ってあげないとさ、やっぱピッチャーが不安になるよね。だからそういう意味ではもっとやっぱりこう、まあ、長打も打てないからね、
だからなかなかこう点になるというかさ、うん、まあそういうこう大量点っていうのは望めないような、うん、そんな感じに受けたしね、はい、まあそういうところをこう変えていかないと、うん、やっぱこうどのチームとやるにしてもちょっと苦しいかなというね、うん、まあそんな感じがしたよ。まあ、パリーグの中で唯一勝ちがなかったっていうことですからね。まあそうだね、本当本当。で今年も投稿打定かみたいな、はい、まあそんな感じだよ。今のね振り返ってる中でも投手陣はいいんだよっていう話が、ちーちゃんさ、うん、やっぱね手に上げない上げないしね、見ててねこれどうやって打つんだろうというピッチャーもたくさんいる、うん、だからやっぱりこう象徴してんのは、うん、一発で同点になるとか、うん、一発で勝ち越すとか、だから結局連打連打っていうのはなかなか生まれないよね、うんうん、それがこうパリーグの特徴みたいになってる、まあ、特徴みたいになってるかもわかんないね、うんうん、ただやっぱいい試合が多かったこの3連戦、セ・リーグともパ・リーグともね。ね、そうですね、もうやっぱみんなここに合わせて調整してきてるっていうところがありますね。そうだね、ただね WBC 組が多少やっぱ疲れてるのかなっていうね、うん、こう WBC 組もやっぱりこう分かれますね、あの全然問題なくまあまあそうだね、なってる人もいたら程よく出てた人はいいんだよ。そうですかねだけどフルに出てた人ってのはやっぱ疲れが溜まってるというかさ、うんね、うん、でまあ DeNA の牧なんかはやっぱ状態が上がってきてないよね、うん、うん、だからちょっと心配なんだけど、まあ1日オフがあるから、はい、オフをねちゃんと有効利用して、うん、まあ次の対戦に備えてほしいなっていうふうに思うよね。はい、まあね、はい、あの前回言ってたね巨人の大勢投手はね、あ最後投げたね、投げましたし、ね、はいはいはい、ちょっと良かったな、まあちょっとほっとしたねあの姿が見れてね、そこですよね、あ本当にそういうふうにして、まあ、WBC 組の選手の方たちもこれからね、なんか体はもちろんですけど気持ちがやっぱ優勝を目指して WBC やってたところで一回こう途切れるっていうのはまあしょうがないよね、ありますよね、やっぱり達成感があるからね、うん、やっぱ優勝ということで、ね、だから達成感を一回味わって、うん、ちょっとリセットするのに少し時間がかかるというかさ、そういうこともあるよねそしてすぐもうこのね、うん、シーズン始まるってなると大変ですよね、大変だね、うん、まあでも次のカードからは WBC 組も多く登場するだろうし、まあピッチャーなんかやっぱ先発でね戻ってきたりだとか、うんうんうん、まあ投げる機会がたくさんあるだろうから、はい、まあちょっと楽しみにしたよね、はい、はい、ね、というような開幕の3連戦でしたが、まあ、でも素晴らしかったね、うん、あの WBC をの優勝の勢いをまあ繋げてくれてというようなね、うん、開幕戦だったし、はい、まあ3連戦だったね、はい、はい、また次も頑張ってください、はい。